こんにちは、シュシュファボリ店主の浜端です。今日はファボリ店から商品紹介したいと思います。その前にちょっと鼻声だと思うんですけど、ちょっと涼しくなってきたんで、今日朝ニットを出してきまして、ニットを出したらなんかそのニットの毛が舞ったせいか、目と鼻にそれが入ってか、ニット出してから朝からくしゃみと鼻水が止まりません。ちょっと鼻声ですいませんが、商品紹介していきたいと思います。そして今日も迷彩のキャップをかぶってきましたので、このファボリ店にある迷彩の商品をご紹介したいと思います。なんか探すとあんまり思ったほどなかったんですけど、今から紹介していきます。